こちらは東京都が開発したブランド豚、東京 X です。今人気を集めています。東京都はオリンピックを見据え、世界的ブランドであるイベリコ豚と姉妹豚として PR するなど、ブランド力を高めようとしていますが、課題もあるようです。うちは全部東京 X で、今、大体200頭ぐらいこの中にいます。八王子市で東京のブランド豚、東京 X を飼育する沢井康人さんです。東京 X は今から18年前、輸入の豚肉が増える中、都内の養豚農家を救おうと都が品種改良した食用豚で、3種類の豚を掛け合わせて作りました。小売価格は一般的な豚の倍の高級豚です。よく見てもらうと分かるんですけど、みんな左側の耳に番号が入ってますよね。どういう親から生まれたのか、このあとどういうふうに育ったのかとか、そういう記録をですね、全部残しています。遺伝子組み換えでないこだわった餌を与えているほか、飼育スペースもゆったり取るなど、厳しい品質管理を行い、柔らかい肉質を作っています。そんな東京ブランドの高級豚を世界に広げようと、東京都も動き出しました。都市と都市の間で姉妹都市というのはありますけれども、2つの豚の間で姉妹豚をにしたいと思って、イベリコ東京 X。 スペインの大使に世界的なブランドであるスペインのイベリコ豚との姉妹豚提携を呼びかけました。さらに IOC 国際オリンピック委員会の会合で東京 X をアピールしました。スペインに対抗して、これイベリコ豚よりうまいぜって何回も言ったもんだから、すごい行列になったんです。海外の人にも美味しさを認められた東京 X。 立川市の焼肉店では8年前にオープンして以来、東京 X を看板メニューにしています。かなりジューシーです。最初は油の量が多いかなと思ったんですけれども、結構後味はあっさりしています。全国から東京 X を目当てに来る客もいるといいます。しかし、ある課題がありました。生産頭数の少なさと、あと需要の高さから幻の豚と呼ばれています。幻の豚と呼ばれる背景には、飼育の難しさがあると沢井さんは話します。美味しさを求めると、どうしてもですね、赤ちゃんの子供の数が少なかったり、成長が遅かったりですね、そういうちょっとこう、デメリットが出てしまう。東京 X の昨年度の出荷数はおよそ7400頭で、前の年よりも900頭余り減り、目標の年間2万頭の半分にも満たない状況です。いっぱい子供が生まれるように、こう飼い方を、みんなで、こう勉強会をもう頻繁にやってですね、みんなで情報交換をして、それで少しずつでも増やそうという努力をしています。また沢井さんは、東京以外の農家にも生産を働きかけるなどして、数を増やす努力を続けています。オリンピックにその東京 X がもしかして並ぶかもしれない、東京にこんな美味しい豚がいたのかと、そういうことを感じてもらえるな。オリンピックは東京 X を世界的なブランドに押し上げ、増やすきっかけとなるのか。生産者の思いとともに、東京 X の挑戦は今スタートしたばかりです。この種豚を育てている青梅畜産センターでは、2019年度までに豚の数を現在の120頭から240頭まで増やしたいとしています。また都は、イベリコ豚との姉妹豚の PR 第1弾として、10月に開催される東京味わいフェスタで2つの豚を使った料理を提供する予定だということです。